本日は大変お忙しい中、ホギルとユリの披露宴にご参席いただきまして、心からお礼申し上げます。ユリは私たちの次女として、そして初めての祝福子女として1994年5月1日に誕生しました。これからは2人で神様の御旨を実体化した家庭を築いていくことを願っています。今後も皆様のご指導をよろしくお願いいたします。세상에서가장소중한선남선녀로만나이제는하나가되었다지금까지는부모가옆에있어주었지만앞으로는두사람이서로를지켜주어야한다두사람은서로이해하고한발짝씩양보하며서로맞추어가며잘살아가겠느냐예부모님의정성위에우리가만난것을잊지않고서로의부모님을자신의부모님처럼생각하고효도하겠습니다결혼후에도아내히르세유리의꿈과목표를남편이혁일의꿈과목표를서로존중하고응원하는부부가되겠습니다영원히사랑할것을오늘모여주신여러분앞에서약속합니다하늘부모님과천지인참부모님을모시고서로사랑하며존중하며배려하는삶을살겠느냐예